おはようございます。冒頭1件あります。第8期中央教育審議会及び第8期科学技術学術審議会委員の発令についてであります。2月15日付で第8期中教審30名発令することとなりましたので発表いたします。任期は平成29年2月14日までの2年間であります。人事にあたっては新しい時代にふさわしい学習指導要領のあり方についての検討や、これからの教育を担う教職員やチームとしての学校のあり方の検討、また実践的な職業教育を行う新たな高等教育会についての検討、さらに第2期教育振興基本計画のフォローアップと第3期計画の策定に向けた検討など第7期に引き続いて第8期にご審議いただくことが想定される事項を踏まえるとともに、大小公所からのご意見が期待できる執権や経験など総合的に勘案して人選させていただきました。また同じく2月15日付で第8期科学技術学術審議会委員を発令いたします。任期は中教審と同様平成29年2月14日までの2年間であります。人選にあたっては平成28年度からの第5期科学技術基本計画を見据えつつ、研究分野や研究実績、民間や独法からの登用など科学技術イノベーション創出の観点から多様な視点の確保に配慮いたしました。なお女性の活躍が求められる状況に鑑みまして、中教審では女性を10名から13名に、科学審では10名から11名それぞれ増やし、女性を積極的に登用することといたしました。第8期の各委員におかれては活発かつ有意義なご審議をいただくことを期待しているところであります。私の方からは以上です。ありがとうございます。会社の方から、はい、質問しております。最後の点です。先般、理化学研究所の方から、緒方さんの、懲戒解除等々、今日の処分というのが発表されました。一方で、もうすでに緒方さんが認めておられるということで、処分が形骸決して的じゃないかということや、ES 細胞の購入の経緯がはっきりしないだろう、責任の所在が曖昧だというような批判も出ていますけれども、大臣のご所見伺いたいと思います。はい。今回の処分は理化学研究所におきまして懲戒委員会の審議を踏まえて判断されたものというふうに認識しております。理研ではガバナンス改革や研究不正再発防止策にかかる取り組みを進めているところであります。引き続きこれらの取り組みを着実に進め、社会への説明責任を果たすよう適切に指導してまいりたいと思います。ありがとうございます。上田さんどうぞ。はい、私新聞の高橋です。はい、中教審の委員について2つあってですね、まず、先ほど女性の活躍ということで13人と過去最高だと思うんですけれども、個人の人選でいうとですね、ワークライフバランスの小室社長や、女性の品格の坂東さんなど、あとは横浜市長、待機児童の横浜市長などですね、それぞれその、子育てとかですね、そういった、子どもの問題に対しても危険のあった方だと思うんですけれども、その辺もう一度詳しくおっしゃっていただきたいのと、あとその、今回吉田日本私立中高連の、会長がですね抜けて、あとはその連合の副会長も抜けているということで、団体推薦がなくなっていると思うんですけども、そのあたりの補助金を、はい、今回私の判断でですね、団体推薦は受けないということをいたしました。それはやっぱ中教審というのは当て職のポストではありませんので、本当に真にですね、教育再生教育改革に向けて見識執権、またそれだけの実績のある、そういう方々を30人、セレクトすることによって、
特にこれから激動する時代においてですね、まあ、今まで以上に中教種の役割が高まってくるのではないかと思います。まあ、それというのも第7回のこの2年間中教種の総会がですね、14回開かれているんですが、過去の中教種の総会から比べると倍ぐらいは数としても多いんですね。総会が14回ということは分科会を合わせたらですね、まあ、相当の会議を年間通して2年間やっていただくという意味では、やはり教育に対してご本人も意欲と関心を持って取り組むということが必要だということで、各団体からの推薦は一切受けないということをいたしました。ただまあバランスがありますので、団体の推薦ではありませんが、まあ、例えば知事の中でですね、京都の山田知事はそういう実績を作って京都府の中でされている方でもありますし、同じように林横浜市長はですね、横浜における待機児童の解消を含めた、まあ、いろんな多様な教育についても先進的に取り組んでいる自治体の市長さんであると、まあ、いうような形で、団体推薦ではないけども、しかしこちらの方から見てですね、それぞれの自治体含めた、まあ、そういうことで考えました。同じように私立の中高協会からの代表ということではなくてですね、まあ、真にこれからの教育を考えるという意味で人選をしたということでありますが、まあ、ただ吉田さんは臨時委員として残っていただいて、まあ、今後もですね、まあ、個人としての執権をぜひ中教種の中で反映していただきたいというふうに思います。まあ、そういうふうに坂東さんも、それから小室さんもですね、林さんもそうですが、非常に女性の視点から子育てということについて、今までも発信をされておられる方々ばかりですし、特に、これから教育問題というのは、まあ、厚労省とも重なる部分がありますし、また政府全体としてですね、取り組まなければならないという意味で、昨日も教育再生実行会議の第2分科会で、これから学び続けることができるための社会の在り方、あるいは地方創生における人材育成ということを考えると、トータル的なバランス感覚が求められるということの中で、今までの経験則の中で、まあ、そういうことを発信できる方々ではないかと、まあ、いうふうに考えて、今回中教審の委員になっていただきました。はい、共同通信の末と申します。事件件でお伺いします。先ほど大臣も発言の中で出られていた説明責任に関連したんですが、今回の懲戒処分の結果で事件は当初自ら会見する予定はなくですね、報道各社が求めによって事務方レベルのブリーフィングを開催するに至りました。で、大臣も以前から立憲説明責任の監督と国民の監督レベルがあれば文科省として国民に指導していきたいともおっしゃっておりますけれども、今回のこのような対応は、まあ、大臣から自らご覧になって、国民への丁寧な説明責任を果たしていると、言えるでしょうか。お考えをしてください。これはどんな組織でもそうだと思うんですが、やっぱり広報っていうのはすごく大切だと思うんですね。ですから、まあ、今まで理化学研究所は、そういう国民に説明をしなければならないような、まあ、トラブルとかそのスタッフ裁縫以前の話ですけども、それをなかったということもあってですね、いかにその研究開発というところに集中的に人も予算も含めてですね、していけばもういいと、そして研究開発の中でどう社会に対して実績を作っていくかということだけ専念すればいい組織であったのではないかと思いますが、今回の問題を含めてですね、やはりその広報の方も力を入れて、そして現在利権があるのはやっぱり国民の理解等があって、あるいは関係企業の協力があって存在しているわけですから、やはり説明責任を果たすような部署も強化してですね、そしてきちっとやるという、まあ、そういうようなことをですね、発想として持たなければならない時代に、これは利権だけじゃありませんけれども、なっているということをよく認識してもらってですね、まあ、メディアに言われて
説明するというよりは、そういうことについて自覚を持った説明責任を組織としても問われていると、まあ、いうことの中で広報責任者の方々が対処してほしいというふうに思います。豊島さんの関連なんですけど、このようなメディアの求めに対応するという方法は残念ながら昨年3月に問題が発生してきた時と状況として変わっていない、昨年3月11日の今回の説明の時も報道陣から求めに応じて広報の事務方がブリーフィングを行いました。そうしますと利権アクションプランを進めておりますが、こういうのが客観的に見てそのガバナンス改革、特定原発法人にふさわしいようなガバナンス改革がきちんと進んでいるか、そのように言う状況になるとお考えでしょうか。まあ、それはちょっとそれをもってガバナンス改革が遅れているとかちゃんと進んでないというのはですね、ちょっと飛躍した質問だというふうに思います。まあ、そういうことも配慮しながらですね、利権としては特にこれから新たな特定研究開発法人の対象となる組織ということもあるわけですから、余計そういう意味では説明責任が広報活動を含めてですね問われる組織になりうる、まあ、そういう中で今からですねいろんな体制整備をしっかりしていく必要があるのではないかというふうに思います。はい、読売新聞の方なんです。東北地方の医師不足解消の件で、昨年8月に新しい医学部設置の候補として東北薬科大学が選ばれまして、現在の東北6県の医療関係者と協議会を開いているところなんですが、なかなかこの協議会、研究して議論がまとまるという機会ではないと思うんですが、ただ医師不足解消に向けて、地元の理解も必要だと思いますが、現在として、大臣として今のこの現在の状況の受け止めをお願いします。はい。まあ、現在東北薬科大学における教育運営協議会において、教員医師等の確保や卒業生の地域への定着策等について、議論が行われているということを聞いておりますが、今ご指摘のようにですね、直近まで私に途中経過含めた報告がありませんでした。役所からはありませんでしたが、今ご指摘のように外部からですねスムーズにいってないのではないかと、まあ、いう情報を得てですね、担当者に詳しく状況説明だけでなく、どんな形で開校に向けてスムーズにいくためにですね課題があるのかないのか、詳細にですね実は説明を今聞こうとしてたところでございます。まあ、せっかく医師不足の中で新たに医学部設置を認めたと、まあ、いうことですから、まあ、これがうまくいくようなですねフォローアップをしていく必要があると思いますし、まあ、そのために今何が問題なのか、どんなことが課題になっているのかということをですね、今日改めて聞くことになっておりますので、しっかりフォローアップをしていきたいというふうに思っております。はい、中京市の委員のことに戻ってしまうんですが、今回委員の中に元パラリンピック選手の成田真由美さんも入っているんですが、彼女人選方面は何か問題があるんでしょうか。成田さんはですね、パラリンピアンという立場から、体にハンディキャップを持った人が教育の中でですね、実践的な中でどういう問題があって、今後どんなふうにそれをしていくのかということでですね、経験を持った方であるという思いを持ってましたが、いくつかの会合でですね成田さんの話を聞く機会が私自身がありましてですね、非常に優れた知見見識を持っていて、スポーツの分野だけでなくですね教育の分野あり他のことも含めてですね素晴らしい考えを持っている方だなというふうに何度も思ったことがありまして、こういう方にですね教育再生についての進めるために中教審の委員になってもらったら、さらに中教審そのものが活性化するのではないかと、いうふうに考えて、お願いいたしました。はい、NHK の根本です。中教審の女性委員の関係です。すみません、改めて教えてもらいたいんですが、女性の30人中13人と割合も非常に多くなっていると思うんですけども、改めてその一言女性委員にですね、審議の中で、
期待したいことをどういうふうに関わってほしいか、うんうん、まあ日本というのはやっぱりこうまだ男社会だというふうに思うんですね。直近で私ですね、オランダに行った時に、これはオランダの学校教育の視察に行ったわけですが、まあ、オランダの子どもたちが世界で一番幸せだと思っていると。しかしそれは実は学校教育だけでそれがなされているわけではなくてですね、社会全体で子どもを大切にしながら育てていこうということがあってですね、ワークライフバランス、まあ、特に子どもが低学年の時とか幼児の時はですね、まあ、どちらかというとお母さんが多かったとは思いますが、まあ、週3回勤務とかですねいう形、あるいはお父さんも定時に終わったら早く家に帰るというような形で、すごくその家庭を大切にしているというのを感じたんですね。でワークライフバランスの中では今国会でも議論されていますが、やっぱり同一労働同一賃金的な感覚でですね、労働における格差もないようにしながら、しかしその生活の必要性に応じて労働雇用条件を変えながら子どもの発達段階に応じて対応するということをですね、社会全体でうまく工夫をしているということを感じてですね、これは今後の日本の社会においてもやっぱり同様のことが求められるのではないかと。お父さんお母さんは会社に行って忙しく働いててですね、まあ、文科省も今20代は 40% は女性職員なわけですね。でその人たちがこれから結婚して子どもを産んで育ててやりながらですね、例えば国会質問で答弁を作るのに夜中の2時3時までしなくちゃいけないという状況が今でもあるわけですね。その時にじゃあ小さな子どもを抱えている家庭はどうしているのかということを考えると、非常にその絶望的な辛い厳しい、まあ、そういう家庭環境に置かざるを得ない部分があって、これはやっぱ変えていかなきゃいけないというふうに思うんですね。まあ、そのことを考えるとやっぱりこう我々の男性の視点というのはですね、やっぱ男社会ですから今までを是として、それをある意味で当然としてきたわけですけども、しかしそういう苦労して子育てをしながら発信をしている女性の視点というのを教育現場の中でもっと反映することによってですね、社会における柔軟性を持たせる、あるいは教育における柔軟性を持たせるという意味では、やっぱ女性の視点というのは非常に重要だと思います。まあ、そういうことで女性の数も結果的に増えたというところもあります。はい、今朝の報道なんですが、西川農水大臣が政治資金規正法に違反する疑いのある献金を受けていたという報道がありましたが、その件について大臣の所感をお願いします。まあ、それは私も報道で読みましたが、ちょっと詳細分かりませんので、西川大臣に対するそのことについてですね、コメントは差し控えたいと思います。ただ同様なことは私含めてですね、他の大臣もあり得る話かもしれません。つまり意図的にそういうことでですね、見返りを求めたわけじゃなかったけども、その相手側の企業からしたらですね、日頃の付き合いもあるので、それでそれに対するお礼というよりはですね、政治献金をしたと。しかし結果的にはそれは見返り的なですね、斡旋利得みたいな形になるということはあるかもしれないことですから、まあ、最新のですね注意を、しかしそれは大臣というか政治家個人がそこまでチェックしているわけじゃありませんから、やっぱり秘書に、事務所のですねスタッフにその辺十二分な注意をするように、私自身は秘書にですね指示しようというふうに思いました。ですから気がつかなくてもそういうことはあるかもしれないと、私自身がその記事を読んで思ったことであります。はい、日本という新聞の方なんですけど、体罰問題についてお聞きしたいんですが、体罰の問題ですね、はい、聞きたいんですけれども、ちょうど2年前にですね、うん、大阪市立島宮高校の問題を受けまして、うん、実態調査実施されました、うん、以後文部科学省は調査を実施しておられないんですけれども、うん、自治体の判断によってはですね、うん、その後も継続的に県どころの実態調査を児童生徒のアンケート等を実施している自治体もございます。一方で実施していない自治体もございます。文部科学省としまして、今後はこの実態調査を行う考えはありますでしょうか。その後実態調査っていうのは、実態調査
してないんだっけ？したよね。やってるよね。文科省ってやってますよ。処分済みの件数につきましては、処分した件数につきましては、懲戒処分の件数として発表しておられますけれども、実態それとですね、実態調査はですね、平成24年度分の最後にですね、25年度分、26年度分と調査しておられないと伺っております。今日じゃなくて結構ですけれども、このようにお考えをいただきました。途中でやめたわけじゃないよね。途中で止めたということはないと思います。ただこの桜の宮の問題等があって、その後体罰等が増えたという調査結果って最近出してなかったっけ？出したよね。最近出したと思いますけど、それはやっぱりこの結果踏まえて、体罰が増えてるんですね。で、増えてるというのは、数が増えてるけど、実際今までですね、見過ごしてきた部分とか、あるいは体罰と当事者がですね、認識してなかったと。しかしこういうことがきっかけで、やっぱりこれは体罰ではないかと、いうことで数がかなり前より増えているという調査報告を私最近聞いておりますが、やめたわけではありません。これからもですね、体罰根絶に向けた、そういう暴力によって子どもたちをですね、従わせるということは正しくないと、いうことを学校現場の中でですね、徹底できるような指導をしていきたいと思います。そのために必要に応じてきちっとした調査もやっていきたいと思います。はい、他はいかがでしょうか？ですか。はい、ありがとうございました。